ではこちらのタイトルの文献を稲岡が紹介いたします。文献に関する詳細の情報はこちらです。まず概要です。この研究は言語モデル、言語モデルのその学習に対して、そのデータの規模であったり、モデルの規模っていうのが、その精度にどういう影響を与えるかっていうのをこう実験しています。で、RNN っていうのは、次に出現する単語をこう正確に予測できる、モデルではあるんですけども、その単語の中でも、その構文的にな単語で、かつその文が、その文脈が複雑な場合においては、その、文法的に誤った非文法的な単語に対してこう高い確率を割れてしまうというような欠点があります。で、そういった欠点というのが、そのモデルを大きくしたりとか、あと訓練コーパスをこう大きくしたりということによって、このどの程度こう軽減できるかというのを調査しています。で、その調査によって、モデルの規模っていうのをこう大きくしていくんですけど、その大きくすれば性能があるってわけではなくて、こう性能っていうの向上っていうのはこう、どこかでこう頭打ちになって後ろ、それ以降はまあ変わらなかったり下がったりするっていう結果になっています。で、コーパスの拡大っていうのもこう同じで、その、モデルの大きさがこう決まった時に、そのコーパスをそのだんだん大きくしていけば増えていくかっていうと、そうではないっていう結果になっています。で、そのモデルの性能っていうのが、そのどこまで上げるかっていうので、とりあえずその人間レベルにまでこう上げようとすると、そのコーパスサイズを、どんだけ必要かっていうのをこう予測しているんですけども、その結果、その人間レベルにするためには、こう規模をこう非現実的なまでに大きくする必要があるっていう結果になっています。で、そのことから、そのそもそも、モデルの構造として、アーキテクチャがそもそもその 今のままそのデータだけ大きデータとかモデルの規模だけ大きくしていってもこう問題があるということを示しています。で、先ほどは RNN の言語の説明だったんですけど、それと比較してその GPT と、BERT の比較をしています。GPT と BERT は両方トランスフォーマーのモデルで、どちらも結構な大規模なその学習をデータで学習してるんですけど、その今回やった10個の実験中もの半分以上で、その LSTM もその性能が悪い結果になっています。そこで、その、その今のままデータを増やすんじゃなくて、よりこうデータ効率のいいアーキテクチャがこう必要ということを示しています。で、次に、イントロダクションです。その RNN っていうのは、言語モデル、RNN のそのでは、その言語モデルを作れるんですけど、その RNN の言語モデルっていうのは、よりこう文法的な文に対してその高い確率を割り当てるっていうことがこう、付き合いされているモデルです。で、下にこう例があるんですけど、その、この文だと、動詞と名詞が、主語の名詞と動詞があるんですけど、その、主語のその多さが単数だから、後ろの動詞はこう S がつくみたいな、なんかこういうのをこう、正しく学習されたこう言語モデルだと、こうちゃんとこう上を高い確率にして、下が低い確率にできるっていうようなものが期待されているということです。で、実際にその RNN の言語モデル、RNN に限らず、その言語モデルっていうのは、こういうふうにしてこう評価ができる、より同じことを表していて、片方が文法的で片方が文法的でない分というのをして、そのちゃんと正しい方に高い確率を割り振られているかっていうのをこう評価にとして使われるんですけど、この例だと、主語の多さとこの動詞っていうのは、隣接してるんですけど、その間とかにいろいろ何か入ってくると性能が低下していくっていうことがこう知られています。で、その先の問題を、データを増やしたり、規模、モデルの規模を増やしたりっていうので、解決しようという試みはあるんですけども、そもそも今後、これ言語モデルに限った話じゃないかもしれないですけど、どういうふうにしてこうより人間レベルに近づけていくかとか、またはそのほぼ 100% に近づけるかみたいになった時に、これまで、これの調子で、その例えばデータセットをすごい巨大にして、計算資源も巨大にしていくってことによって、これまではそういうふうにして進んできた研究なんですけども、今後もそういうふうにしてこのデータセットを大きくして、計算資源も潤沢に用意して、それで、性能というか先みたいな欠陥がこうなくなっていくことがこう期待できるのかどうかっていうのが、こう明らかではなくて、ただ現実には、それこそ音声認識とか、チェスとかは、
まあ、上の方法で回帰してるっていうか、まあ、計算資源がまあムーアの法則に従って大きくなっていくんで、まあ、これでいいだろうっていう感じになってるんですけど、まあまあ、ただこの論文だと、まあ、アリーはその言語モデルの表現の獲得の改善にはその、まあ、アーキテクチャ自体の進歩が必要なのだろうかっていう、まあ、疑問もまあ残っているっていう感じです。で、この本論文で行っている、実験っていうのはその、まあ、モデル、学習させるコーパスの規模とあとモデルの隠れ層の次元っていうのをこう変化させていって RNN を学習して、その、コーパス規模とまあ、モデルの大きさっていうのとそのまあ、性能っていうのをこう比較というか、まあ、どういうふうに変化していくかっていうのを追跡しています。で、モデルとしてはモデルとしてはその、GPT と BART と RNN で、まあまあ、どれもまあ大規模なコーパスで学習させます。まあ、ただ、GPT と BART に関してはまあ公開されているものを使うんで、まあ、ちょっと RNN に比べてデータ量は多いんですけど、まあそうですね、大規模なコーパスで学習させる実験です。で、実際に、まあ、モデル RNN の方のモデルの構造っていうのは2つの LSTM を持つ LSTM の層を持つ RNN で、次元隠れ層の次元としてはこの100、200、400、800、1600でこう動かすっていう感じです。で、今回はこう言語モデルタスクで、まあ、過去の研究でこう、まあ、良かったとされているその入力と出力のでこう埋め込みの共通を化をするっていう手法をやっています。で、まあ、それためにはまあ入力とその埋め込みと隠れ層が同じ次元じゃないといけないんで、まあ、その隠れ層の次元をこうやってまあこう変化させていくと、まあ、自然的にまあ入力の埋め込みもこう変化するっていうようなモデルになっています。で、学習させるデータはの大きさとしてはまあ2メガ、10メガ、20メガ、40メガ、80メガでやっています。これは LSTM、RNN だけの話で、BART と GPT に関しては固定の既にあるものを使います。で、データとしては、まあ、ウィキテキストから5つこうバイバーセクションを抽出してこう卒にしているというものです。でも検証データは同じウィキテキストの中にバリデーションセットがあるのでそれを使っています。で、モデルが学習する語彙については、まあ、比較するために全部のモデルで同じ共通の語彙を使っています。で、まあ、具体的にはそのグローブのモデルのまあボキャブラリーとあとこう後ろで説明する GRNN っていう過去の研究で用いられているモデル、過去の研究でまあ公開されているまあモデルの語彙とまあ共通部分を使っています。で、まあ、その結果、まあ、語彙のサイズはその 28,438 語っていうふうになっています。で、まあ、ここで言っている、まあ、GRNN っていうのはその LSTM の、 そのランゲージモデルがその公開されていて、まあ、過去にそういうその GRNN のまあ性能言語モデルとしての性能っていうのがこう報告されているようなモデルです。で、まあ、こちらも先ほどのと一緒でその今2層の RNN を持ってて、まあ、800次元の隠れ層で80メガワードのデータサイズで訓練されているモデルです。で、最後がトランスフォーマーのモデルで、今回は GPT と BART を使っています。まあ、規模としては12層のトランスフォーマーで、まあ、パラメータとしては110メガぐらいあるということです。で、で GPT に関しては単方向の学習で、BART に関してはまあそうですね、マスクを埋めるってタスクなんで、まあ、双方向にして学習ができるっていう感じになっています。で、まあ、訓練のデータはもう既に学習されているんですけども、まあ、その時に使われたデータサイズが1ビリオンと、3.3 ビリオンの規模になっています。で、評価にはその先ほどの、まあ、動詞と名詞みたいな、まあ、ああいうデータからそのより正しい方を選ぶみたいなデータが公開されていて、まあ、それを使ってデータがあるんでそれを使っています。で、まあ、評価方法は先ほどの方法と一緒、先ほどというかイントロダクションで説明した方法というかどっちが高いかというのを選ぶタスクになります。で、ただその動詞っていうのをその最近、まあ、よく出てくるその is と are とか was と were とか has と have みたいなこういう動詞に変換しています。これはあれです、まあ、元々の動詞のままにしてしまうとその小さなコーパスで訓練した時のちょっと比較ができないというか単純にその動詞の出現頻度とかにもよっちゃうんで、まあ、今回はそのこれ全部これに置き換えているようです。で、評価としては2つの、今回は、まあ、単独1つのモデルの評価というよりかは、まあ、そのモデルのそれぞれのモデルの比較っていうのをやってるんですけども、そこでは、ベイズ因子、ベイズファクターを用いた検定をしています。で、そのベイズファクター、まあ、1がまあちょうど、まあ、同じで1より大きければ、まあ
一方がいいっていうモデルなんですけど、まあ、今回はその10で切って 10以上だったら、まあ有意差があるっていうふうなことで検定しています。ちょっと、まあ、参考までに、ベイズ因子について簡単に説明します。まあ、モデルが L 個あった時にその、まあ、各モデルっていうのをそのデータ D 上、まあ、用意されているデータ D 上の確率分布とした時にそのモデルの自己分布っていうのは、まあ、こちらの式でこう表されます。これは、まあ、これまあ比例になってますけど、まあまあ、分母にはまあこう普通にイコールでつなぐと、まあ、データあるデータ、P、データの、確率があるんですけど、まあ、それはモデルには関係ないんでちょっと省略してて、まあ、この3つの値、モデルの自己分布はまあこちらの2つで表されます。ただその 手前のその P の、モデルの確率っていうのはデータによらないそのモデルの、まあ、ベイズ的な言い方をするとそのモデルの好みっていう風になるんですけど、それはそのモデルの比較でする際になんか具体的になんか計算できる値じゃないものなんで、まあ、今回はまあ全部同じことにして、まあ、無視して、まあ、その一つ、まあ、その後ろ の, そのデータデータから見たまあモデルの好みっていう言い方をしてるんですけど、まあ、そのデータにおける、あ、そのモデルとそのデータでの、まあ、ここでいう確率ですけど、まあ、一般的にまあエビデンスと呼ばれるもの、モデルエビデンスをまあ計算します。で、まあ、この式自体はまあ直接使うわけではないんですけど、その先ほどのモデルの自己分布があると、まあ予測分布がまあ計算できて、各モデルの予測分布を、そのモデルの自己分布で、重み付け平均することによって、まあ、得られるっていうのが、まあ、一応式としてはなります。ただ、まあ、実際これをそのままやるんじゃなくて、まあ、これに対する近似を、まあ、普段はこう行っているんですけど、まあ、このモデルに対する、まあ、一番こう単純な近似っていうのが、まあ、これモデルいくつありますけど、この中から一番もっともらしいモデルを一つ選んで、まあ、それを使うっていうのが、まあ、この式に対する、まあ、近似になります。で、今回はその先ほどの説明したエビデンスの比っていうのを用いて、まあ、こう計算するんですけど、まあ、このエビデンス、その2つのモデルのエビデンスの比っていうのをベイズ因子、ベイズファクターというふうに呼んでいます。なんで、まあ、分子にある、MI のモデルの方が、まあ、最もらしいというか、まあ、要するに良ければ K、まあ、この式、まあ、ベイズ因子、ベイズファクターはこう1より大きくなって、まあ、そうじゃなければ1より小さくなるというような値です。で、まあまあ、ちょっと言い方としてあれですけど、まあ、要するに上のモデルの方が10倍最もらしければ、まあ、優位にそっちの方がいいみたいなっていうような検定になります。で、まあ、ここからが結果です。今回は、先ほど説明したようにコーパスのサイズとあとモデルの規模をまあ変化させていて、で、まあ、それぞれこの値っていうのは先ほどのベイズファクターの K になるんですけども、まあ、単純に言えば、1より大きければ、良くなってて、1より小さければ悪くなってるんですけど、まあ、今回は検定を行っているんで、まあ、10より大きいものに関して有意差があるというふうに判断しています。で、まあ、この結果から、もう次元が400次元までの場合はその0から200、200から200と増やすことによって性能は上がるんですけど、まあ、3以降に関してはこう効果が得られていないという結果になっています。で、次はコーパスサイズなんですけど、こちらはそのコーパスサイズ自体がこう性能に影響を与えるっていうのは、まあ、与えるっていう結果にはなってるんですけど、ただその傾向っていうのがこう一貫的でない、なんか増やせば増やすほど増えてるわけじゃなくて、なんか増えたり増えなかったりっていうような結果になっています。 で次がそのテストを行う時のその場合分けをして、そのこの場合はいいのか、この場合は悪いのかみたいな評価をしています。で、ここでは最初はその主語と動詞がその文の中で隣接している場合に、正しくその動詞、その動詞が正しい動詞の時に高い確率になっているかっていうのの評価です。とこれはもう、コーパスサイズが10メガを超えるともうほぼもう完璧に近い精度っていうふうになっています。で、まあ、これはその名詞と動詞はこう、なんか名詞が単数だったら動詞はこうでなければいけないみたいな、そういう単純なルール自体はこう非常にこう早く学習ができるものっていうことを表す結果になっています。
で、次は、主語関係説の場合ですね。これ例がこれなんですけど、そのオーサーの後ろにこうざっとでこう後ろにつなげて、でこうオーサーが単数だからはずみたいな、ちょっとこう離れている場合ですね。こういう場合に関してはその400次元まではその増やすとこう効果があるんですけど、まあ、3以降に関してはこうあんまり改善しない結果になっています。で、この今回のこれだけで言うと、そのデータ量の増加がこう性能を改善させるような結果になっています。で、次が全知数なんですけど、まあ、これは先ほどと同じ傾向なんでちょっと省略します。で、次がその目撃語関係説っていうものの場合で比較しています。で、これが、まあ、で実際の例の文なんですけど、これですね、この説の中ですね、じゃセキュリティガードはずっていうのが、まあ、ここので、まあ、一つの句で、まあ、この isGood はまあ それもその句の外になるんですけども、この句の中でちゃんと正しい動詞を選べるかっていう評価をしていて、これの場合はそのモデル、どのモデル規模でもこうデータを増やせばこう改善する結果になっています。で、次がそのさっきの関係説をこうまたいでこうちゃんと動詞が入れるかっていう結果を比較しています。で、これはあれですね、ざっとの後ろここが説になってて、それをまたいでこの動詞が選べるかっていうものですね。で、これはその結果としてはモデル規模が小さい場合はこうデータ増やしてもこう改善が見られないっていう結果になっています。で、次がそのまあ、自明な関係詞がまあこう文の中に、先ほどだったらざっとがあったんですけど、まあ、あのざっとは自明なんで、まあ、省略して使われることが多いんですけど、あ、使われる場合もあるんですけど、まあ、それが欠落している場合にもその同じそのまあ性能が出るかっていうのを調べると、まあ、そんなことはなくて、まあ、結構性能が 70% ぐらいでこう横ばいになって、まあ、あんまりこう規模モデルとかデータの規模を増やしてもこう改善しない結果になっています。で、次がその遠い接続構造ですね。 こう、まあ、この文がまあそのまま分かりやすいんですけど、動詞があってこっちにも動詞があるで有利ですね、まあ、これはこう同じですね、動詞のあれ同じで、まあ、それが並列につながって、並列というか同じところからこうつながっているっていう例で、まあ、今回はこう短いですね、この後ろの動詞と、まあ、主語の間に特に名詞とかが入っているわけじゃなくて、こういう短い文の場合に評価していて、まあ、ここからの結果だとそのまあ、その主語と2個2つ目の動詞の方に間になんかこう特にそういう紛らわしい名詞みたいなのがないんですけど、それにおいてもその性能っていうのが低くなってて、もう 0.6 とかこうかなり低くなっている結果になっています。で、逆にその離れている場合ですね、そのこの部分だとノーズ、ミニ、ディファレント、フォーリンラゲージとこうハズブックスなんです。ここ離れてるんですけど、あの1つ目のこの主語とこの動詞離れてるんですけど、離れてる場合の方がこう精度が高くなっているっていうような結果になっています。なのでこう短い場合だとうまくいかなくて、長い場合だとうまくいくみたいな、なんかそういうような結果になっています。で、まあ先ほどの2つなんですけど、まあ、データ量を増やしたときに、その先ほどの長い関係ですね、こう離れている場合においてはそのデータ量を増やすと効果があるんですけど、短い場合ですに関してはなんか全然改善しないみたいな結果になっていました。で、これはその、なんかデータ量をなんか増やしたらなんか構文情報が取れるみたいな、それとはこう意見、あの仮説とはこう仮定とはなんかこう真っ向から反対するような、こういう仮定に疑念を抱かせるような結果になっています。で、これのことからその RNN っていうのが、まあ従来なんか、まあ、短いその構成のこう事例からこう長いシーケンスに対してそのなんか反化するみたいな性能にこうできないっていうのは言われてたんですけど、その逆になってるその長いその構成要素を持つのに対して、その短い事例っていうか短いそのシーケンスに対してそれを適用するみたいな一般化っていうのがこうどちらに関してもその限界があるっていうようなことを結果を示しています。で、次がこうトランスフォーマーとの比較なんですけど、まあ、先ほどの結果にもトランスフォーマーのとか GPT の線はあったんですけど、まあ、その結果から見るに、その先ほどの実験条件のその10個中7個で LSTM 以下と、あ、 LSTM と同じかそれ以下の性能になっている結果になっています。で、で、特にそのあ、 またその、まあ、GPT と BERT 両方トランスフォーマーモデルなんですけど、その使っているモデルとしては GPT、BERT の方が双方向で、データとしては3倍ぐらい多いデータで学習してるんですけど、まあ、そうだとしても、まあ、GPT よりも BERT の方が低いみたいな結果がこう出ている
ところもあるっていう結果になっています。で、まあ実際、まあ、これらの結果からどれだけデータがあればこうもうですね十分にこう人間レベルとか、まあ、完璧な方になるのかっていうのをこう推定しています。で、まあ今回はそのデータ量を20メガから40メガにこう増やすことでどんだけエラーが減らせたかっていうところからこう推定しています。これはまあなんでここにしたかっていうとそのまあそのデータを増やすときにどんだけエラーが減らせるかっていうのでその一番たくさん減らしたところがここだったっていう、あの2メガから10メガよりもその20メガから40メガの方がよりたくさんエラーが減ったんで、まあ、そこからこう推定しています。で、まあ推定としてはその人間レベルにどこまで人間レベルにするにはどんだけエラーが必要かっていうのと、まあ、99.99% の、 そのほぼ確実あほぼまあ完璧なデータを得るた精度を得るために必要なデータ量っていうのをこう控えめっていうのはですねこれですねこうまあ普通に考えてデータ増やせば増やした時の、エラーの減少の勾配って全然違うと思うんですけど今回はそれが一番大きいところで計算してるんでまあ控えめというか最低でもこんだけみたいなこう下の加減の方を予測してるっていうことですねになっています。で、まあ、結果としてはまあこちらでまあ下が各手法で縦軸がこうデータ量ですね。で、まあ、なっていて、この結果からはその、左の例が人間レベルの、その、レベルに達成するために必要なデータ量を示していて、この横線ですかね、これ各、あれですね、各条件でやってるっていう結果なんですけど、まあ、最低っていうかこの辺だとしても、まあ、100億以上必要で、まあ、一番上に行くと10の32乗までっていう結果になっています。で右がその 99.99% の精度なんで、まあ人間より高いんですけど、まあ、その精度に達成するなら、まあ、さらに、まあ、億以上は最低でも必要っていうふうな結果になっています。で、特にその先ほど説明したその短いやつですねその、並列にこう動詞があってその間になんか紛らわしい名詞がないみたいなそういう単純な文法構造の現象だったとしてもこうかなりの量のデータが必要っていう風な、まあ、非現実的なデータの量のデータが必要っていう風な結果になっています。でまとめです。まあ、この研究でその、まあ、LSTM と、トランスフォーマーベースの GPT と BERT 比較してるんですけど、大量データで学習した GPT や BERT が それよりも数桁少ないデータで学習した LSTM もこう取った結果になっている事例があるっていう結果になりました。で、まあ、このままじゃあデータ量を増やせばいいかっていうとその実際多分それを増やしていっても今のままだとその人間レベルの精度、まあ、得られる可能性っていうのは低いだろうっていうふうに結論しています。でまたその、まあ、その、まあ、実際に用意できる現実的な量のデータからまあ構文学習するんだとすればその、まあ、そもそもアーキテクチャとして、まあ、今みたいなモデルじゃなくてもっと構文、構造としてその構文的に構造化されたアーキテクチャっていうのを用いるかまたはその構文っていうものをその明示的にこう何か情報を与えるその教師的なものをこう用意して何かこう改善するっていう必要があるっていうふうに、主張していました。と以上で発表を終わります。